はい、インボ飯です。よろしくってば。あ、今日は久々のホットプレートです。ホットプレート、はい、おぉ、じゃあ先生どうぞ。あっつ、大丈夫、大丈夫、熱、大丈夫、怪我だけはしないで。やけど大丈夫か。いや、ちょっとやばいかもしれない。そうか、暑かったね、今。今久々のホットプレートでございます。皆さん見えますでしょうかね。はい、瓦そば。暑かったね。はい。これはあれなんですか、リクエストなんですか。これは、DMM のオンラインサロンでお茶の間の献立募集してるんですけど、そちらで、フクロウさんっていう方のリクエストで、瓦そば。瓦そば。めっちゃうまそうやな。いや、忠実に再現したわけですね、これね。忠実なの。レシピもね、書いてくれてて。瓦そばね、これうまそうじゃないですか。うん、山口県の料理なんだね。あ、そうなんですね。これはどうやって食えばいいのかな、ね、タレにぶち込んで食べると。いただきます。じゃあいただきます。うん、美味しいです。茶そばだね。お茶飲んでるみたい。茶そばであり、卵であり、牛肉である。体に良さそうだね、茶そばはね。優しい味なんだけど、ちゃんと美味しいっていうね、うん、意外と優しい味。もっといかつい味なのかなと思って、うん、これうまいね。あ、そういえばオンラインサロンとかの限定で、うん、名前出せないけど、かなりやばい集落に潜入調査をしに行きまして、うん、まあ、それは何が行われたかというと、うん、これもちょっとあんまり詳しい名前は伏せますけど、うん、ちょっと血生臭い儀式をやっていた集落があるんですよ、日本に。で、そこにちょっとね、島なんだけど、まあ、そこに行ってきてですね、まあ、いろんな証言を聞きまくってきたので、ぜひ DMM オンラインサロンにですね、ぜひ入ってもらえればと思います、うん、心霊探偵シリーズのロケっていうことは、黒犬さんもいると。あ、いたね。あら、いらっしゃいましたよ。過去最強に多分やばい場所だったと思いますね、うん、やっぱスリルが違ったね。もちろん心霊スポット行くのもそれはそれで怖いんだけど、うん、現地の方がまだ普通に住んでるんで、うん、やっぱその彼らのプレッシャーとかですね、圧力、あとそこ見た目がやばいですよ。その見た目、集落の見た目がとにかくやばくて、人じゃなくて、ね、まあ、その圧迫感、人の怖さ、人間が一番怖いですよね。だから基本俺たちがこううろ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 してると、遠くから住民のおばあちゃんがじーっと最後までこっちずっと睨んでるとか風が泣いちゃう。で、最終的に結構まあ友好的にさ、取材はできたんだけど、最終的に多分その接触した人が警察を呼んで追い出されたっていう、なかなかスリルのある撮影になってきたので、絶対面白い、追い出された、絶対面白いと思うので、ぜひ見てください、うん。まあ、外部の接触をとにかく拒むっていう人たちなのでね、こういう場所なので、やっぱあるんだね、まだね、そういうところがね、日本やっぱめちゃくちゃ田舎に行くと、やっぱ未だにそういう集落の、まあ、掟みたいなものとかやっぱあるんで、ね、まだ裏八分みたいなっていうか、かなり疲れたよな。今回は馬さんと黒さんだけ、うん、ああ、そう、そう、やっぱね、大人数で行ったら怪しまれる。いや、絶対行かない方がいい、確かに。そういう血生臭い儀式が本当にあったのかどうかというところがね、ネットではね、ちょっと出てるんですよ、情報が。ただ、うん、まあ噂程度でしかないわけじゃないですか、そういう話って。ネットなんで、うん、嘘か本当か分かんない情報がずっと書いてあるのがインターネットなんで、まあ、それをこう確かめに行ったって感じですね、うん、実際ね、実際本当どうなのかと、うん、でも結局その面白半分で行くやつらが多すぎて、外部をとの接触をもっとだから極端に拒むようになっちゃったところなんだよ、結局、うん、まあ、もちろんその儀式自体がやっぱり秘匿するべきものだから、まあ、鉄の掟によって隠してる。だからその集落以外の部分に住んでる人たちもほとんど知らないっていうものなんだよ。だからかなりシークレットのものだけど、でも噂程度にはこうほとんどだから情報としては出ない話を、まあ、実際にこう検証してみたっていうところなんで、かなり危険な展開にどんどんなっていったので、うん、見応えはあるんじゃないかなと思います、うん、外部との接触を拒む島に実際行きまして、まあ、果たしてどうなったのか、今年中第1話公開しますので、お楽しみに。こんなね、島にずっと潜入してたら、東海オンエアがなんか大変なことになって、一体下界で何があったんだろうっていう気持ちで、下界で天にいたのか、うん、その俗世間でいろいろ何があったのか全然ついていけないっていうのは、まあそうだよね、うん、まあ、本題今日は、食に関する陰謀というか、都市伝説というか、うん、結局日本っていう国はさ、やっぱ世界より食の危険性っていうのかな、が極度に高い地域なんですよ、日本という国は。それは何でかといったら、外国ではかなり反対運動も起こるし、過敏だからこそ外国ではそういう危険な食品は売れない。またそこに添加する添加物、化学物質ですよね、そういったものも売れない。まあ農薬もそうですね、飼料とかに使う農薬も売れないとか。だからこそ様々な情報制限がかかっている日本で、何も知らない日本人に売るっていうのが今の流れなんですよ。世界どこ行ってももうみんなうるさくて、なかなか買ってもらえないから、もらえない。でも日本はお人よしだから、そうだから、トランス脂肪酸とかね、うん、まあ、あれも未だに日本では認可されていますよね、うん、また農薬のグリホサートとか、あとね、緑茶残留農薬基準値2500倍、基準値の2500倍残留してるっていうのがもう普通に明らかになってるんですよ。結構いろんなことが、まあ、緩いんですね、日本。
ね、まあ、その流れで結局処理水の問題とか、あとコオロギ食だよね、コオロギ食が日本でバンバン推進されてたじゃないですか、うん、今はちょっとね下火になって忘れかけて飽きちゃったね飽きちゃったんだろう、まあ、あれ SDGs の陰謀なんで結局今 SDGs がちょっと衰退気味なんだよね、うん、ロックフェラーっていう勢力がちょっと強くなってるので、うん、そういう意味で今フリーエネルギーとかクリーンエネルギーとかそういったものがちょっと落ちぶれてるんだけど、うん、その、まあ、日本をさらに襲うものとしては遺伝子組み換え食品とか、でこの遺伝子組み換え食品って今後もっと増えていくはずなんだよ。何年か前にその小麦が世界で初めて遺伝子組み換えされたみたいなニュースで、そうだから食糧危機っていうものを建前にしてどんどん入ってくるんですよ、余計に遺伝子組み換え食品、効率よく生産できるものとか、もっと言うとプラスチック食べましょうみたいな流れもあるんで今ね、プラスチックのアイスクリームとか 3D プリンターで作ったサーモンとか、ゲノム編集とかフェイクの卵とか代替食品ってものも入ってきたり、遺伝子組み換えだ、その過程で遺伝子組み換えされてることもあるし、だから遺伝子組み換えって結構未知の領域の話で、いまだにそれを長期間摂取し続けるとどうなるかっていうのがまだ分かんないし、あと一応実験はするんだよ、ネズミとか動物で実験するんだけど、そこで何でもなくても人間だけに発現する物質があったりとか、かなりそういう事例があって危険なものではあるんだけど、なんか世の中では安全神話があったりとかそういうのがあるんで、今回なんかその遺伝子組み換えによって起きた事件っていうのがあるので、ちょっとそれを紹介しようかなと、まあ、その名前っていうのがトリプトファン事件。聞いたことない、うん、トリプトファン事件っていうのは昭和電工が遺伝子組み換えで行ったトリプトファン、これアミノ酸の一つ、この中に不純物が含まれていて、それによってあの被害が1500件以上、死者38名が出たって言われている事件なのね。でこれアメリカで起きたんだけど、1989年にアメリカで抗酸球増加筋肉痛症候群、通称 EMS と呼ばれる病だよね、それの健康障害が多数報告されたと。で当初ドイツ企業によってトリプトファン製品に不純物が検出されていて、昭和電工に不純物の性質について問い合わせが殺到したと。昭和電工って日本の会社、日本の会社、これに対して昭和電人工はトリプトファンを生産する遺伝子組み換え大腸菌の遺伝子をさらに変更するという製造工程の変更によって不純物が発生しなくなる措置を取ることによって問題の解決を図ろうとしたと。大腸菌なんだ、うんうん、好き。ちなみにこの作り方って前紹介した味の素と一緒で、遺伝子組み換えのバクテリア細菌とかを入れ組み換え強制的に化学発酵させて作ってるわけじゃないですか、アミノ酸を。それと全く同じ方法なんですよ、これメカニズムは一緒だけど化学的な工程で行われているところ。でちなみにこの事故の原因の究明を被害者が中心となってアメリカと昭和電工でね、の本社が日本でされたけども、決定的なこととして昭和電工が設備菌などを廃棄してしまったことがあって証拠隠滅を図り、今もよく分かってないと。だから本当の原因を究明することは本格的にはできなかった。ただ実際さまざまな調査をしてなんとなく分かってきたことは、昭和電工のトリプトファンは60種類の不純物を含んでいて、その中のエチレンビストリプトファンとあとフェニルアミノアラニンの毒性が疑われていると。でこの EMS っていう、まあ、筋肉痛の病気はトリプトファンを大量摂取した患者において、うん、その際に含まれていた一定の不純物が患者の持つ特異的な免疫代謝系異常の引き金を引き起こし生じたとする考えが一般的であると。ただ明確な原因と発生の順序は EMS の動物モデルが開発されていないこともあり、いまだに不明である。謎が多い、うん、これいまだに謎なんですよ。この遺伝子組み換えによるこの不純物による人体の影響って謎で、だからトリプトファン大量摂取によってこの EMS っていうものの発病は全ての人に起きるわけではなく個人差が大きいこと、また EMS を動物に起こすことに成功していない、だ実験用のネズミに起こすという論文も出てきたけども、全ての症状を示しているわけでもない。要するに人間に特有の発病をしているんですよ、この病自体は、うん、ラット、マウスなど動物実験で起こすことは極めて難しく、うん、人でも個人差があるっていう、うん、まあ、なかなか厄介な病気だよね。このいわゆる化学物質による副作用で人間は困ったんだけど、この副作用を動物を使って毒性の調査をすることが非常に難しいということが改めて分かった事件であると。でこの事故をどうやって防げばいいかといったら、まず不純物を取り除くってこと、あとちゃんとそのまず毒性を検査するっていうことなんだけど、だから毒性はこれ検査してたんだよ、トリプトファンっていう遺伝子組み換え添加物に関しての毒性は研究してたんだけど、実験用マウスで一切その症状は出なかった。だから人間に合したわけ。
したら人によってそういう害が出てくるようになった。どれだけ実験してもそれが安全だっていう確証が難しいってことね。難しいけど、でも動物で何でもなければまあ安全だろうとなるから基本的には。で実際厚生労働省の報告書でもトリプトファン製品中に特異的に含まれる不純物のうちエチレンビストリプトファンとフェニルアミノアラニン、これ今フェニルアラニンみたいな名前 の, あの人工甘味料で今入ってるよね実際ね、うん、添加物として、ね、これらの不純物の実際の存在量は 0.01 から 0.02% のレベルであり、通常の品質管理ではほとんど問題にされない程度の濃度であるので、通常の品質規格の整備によってこのような危害を予知し未然防止することは極めて困難と言わざるを得ず、新開発食品が市場に出るときの安全性の評価法の考え方に大きな問題を提起していると。問題を提起しただけで終わってしまったっていう事件らしいのね、これは、ね、だから結局今後生まれる遺伝子組み換え商品は研究 の, その基準をクリアしてても実際食うまでよくわからないいうことなんですよ。だからそれが今後増えていくってなると、まだまだ未知の領域がどんどん増えるだけであって、まあ何でもない人もいるんだろうけど、中にはかなり体調を崩す人も出てくるっていう、そういったものが日本にかなり大量に流通してくるんですよっていう。でしかも現在の食品工業が生み出す製品のほとんどには不純物が含まれていると。でほとんどあんまりうまく生成されてないと思うね、これはね、難しいんだね。そうだから、あの皆さん食べ物にはとにかく気をつけて、なるべく遺伝子組み換えの食品っていうのは取らないようにした方がいいと思う。人によるんだから、だって、うん、あの人大丈夫だから私も食ったら、うん、私だけなんか病気になっちゃったとか多分絶対ありえる。ちょっと悔しいもんね、それだとね、うん、そういうことが普通に起こり得るのが今後の食の未来、うん、だから一覧表欲しいね、これは OK ダメみたいな、うん、あれかは実験台なんてね表も人それぞれなわけでしょ。あ、そっか、人それぞれか、うん、ちなみにあの、ね、農薬とかも結局、うん、日本って200種類以上の農薬が残留してるって言われてるんだけど、普通に研究で出てくるデータなんだけど、公の機関そういうところが基準値以下ですとか調査で、ね、言ったりするんだけど、検出できるレベルを上げてるのよ、そのハードルを下げてるの。そう、例えば 0.02 っていうのが残留してたとするじゃないですか。でも 2g 以上からじゃないと検出できませんよっていう検査基準レベルにしとけば見逃されるっていう仕組みなんだよ結局全部、うん、だから、あ、いやこれ全然安全ですよって歌ってるんだけど、ただその基準値レベルを上げちゃってるから検出されてないだけっていうのが今の現状。それは結局あれも一緒だよ、処理水も一緒、うん、それをずっとずっとこうやってると大変なことになるかもしれないね、あらゆるものがそうだもんね、うん、農薬だったりとかね、まあ、あとあれですよね、結局モンスター食品が生まれてるじゃないですか、うん、足がいっぱい生えてる鶏、筋肉ムキムキな牛とか、本当もう異形の家畜、魚、うん、そういうものが今養殖とかでどんどん作られてるんだけど、それを食べた時の人体への影響だよね、うん、そういうの結構もしかしたら人間のホルモン異常を起こしたりとか可能性があるってことなんだけどね、それが分からない怖さっていうのがあるよね。あんた安全じゃないよね、分かってないんだからね、まあ、実際もう遺伝子組み換え魚とかゲノム編集魚ってもう大手寿司チェーン店では使われてるっていうもんね、そのものの魚なんだけど、それ自体がゲノム編集されてるっていう。縁側とか怪しいよ、縁側って結構闇深いっていうもんね。あとエビとか、今だとほらエビに部位打つ時代だからさ、養殖エビにみんな部位打ってるからね今ね、もうね、もう食べ物から入ってくるから、こういうものが、だから気をつけろって言ってもそういう天然のエビを使った寿司屋に行くとかね、まあ、ちょっと高くなるんですけど、でももう高いものしか信用できないよね、そういう時代になってきたというか、まあ、このトリプトファン事件っていう、まあ、遺伝子組み換え事件があったっていうことを認識しておくと、ちょっと遺伝子組み換えって怖いんじゃないのかなって思えるんじゃないでしょうか。あと金持ちしか今後本物のものを食えない時代になるからね、うん、食糧危機が来る、うん、来るでしょうね、戦争とかを使って、うん、2年前ぐらいにさ、うん、世界で初めて小麦が遺伝子組み換えされたわけじゃん、うん、その後何が始まったかっつったら、ウクライナとロシアがね、あそこって小麦のもう世界トップクラスの生産地でしょ、うんうんうん、そういうことなんじゃない。面白い質問ですね、まあ、あとはエネルギー高騰だよね、エネルギーとか、あと極度のインフレによって貧乏人が大量に生まれて飢餓で死ぬっていうシミュレーションがもう出てます。結構怖いと思いますよ、うん、それが武器になるからね、今度ね、兵器を使わなくても意図的に飢餓を起こすことによってピンポイントで殺せるじゃないですか、大勢の人を、それが武器になるから今後。だからもう人を直接殺すよりも畑燃やしちゃった方が効率いい、確かそのシミュレーションによると戦闘で亡くなった人よりも餓死者の方が圧倒的に多いんだよね。 そうそうそう、うん、それによって世界の3分の1は死ぬってこと、うん、今日本の市場に出てる遺伝子組み換えってどういうものがあるの。まあ、大豆だよね。大豆大豆か、あれと添加物、あ、添加物、うん、まさにあの前
前喋った味の素なんてそうだし、うん、遺伝子組み換えだからね。確かに納豆とかってさ、遺伝子組み換えでないって書いてあるのがほとんどじゃん、うん、だから納豆を加工した食品とかのが多いのかな。でも納豆も怪しいっていうからね、安い納豆はね。まずあの納豆菌がそもそも人工で作られてるから、うん、あ、大豆じゃなくてその納豆菌の方が、うん、そう、遺伝子組み換え納豆菌が作られてるから、うん、別に大豆が問題なくても納豆菌がダメっていう場合もあるし、タレもダメじゃん、うん、無理やりなんか甘くしてるんだよね、うん、ブドウ糖の作り方がそもそも人工的に作ってる、上手なんだ。もやしは大丈夫？いや、わかんない。もやしって何も書いてなくない？もやしはね、考えたことない。わかんない、俺見てないからわかんないけど。わかんないですけどね。人工卵とかも、あ、そうそうそう、人工卵あるもんね、今ね。ファミレスとかで使われてる卵が別に普通の卵じゃないっていうもんね。全部がそうじゃなくて、ちょっと添えてあるだけの卵とか、ちゃんと目玉焼きになっているようなものであれば別に卵なんだけど、うん、目玉焼き卵、黄身がもうさ、完全にさ、火通っているようなさ、ゆで卵のスライスしたみたいなやつとかは結構フェイク卵のことが多いので、ああいうのはね、人工的に作ってたり、サラダの横とかについてる、そうそうそう、ああいうのはもしかしたら偽物の可能性もあるね。そういうのがあるみたいですよ、うん、腐らないのおかしいもんね。そういうのはあるならリクされた方がいいんじゃないでしょうか、うん。質問いきます。おいよ。イルミナティはもともといい組織だったんですか？イルミナティはいい組織じゃないですね。最初からもうテクノロジーで世の中書き換えようっていう思想の人たちが作り上げた組織なので、うん、別にいい組織じゃないです。そういう人たちがだって今脈々と受け継がれて、戦争、さっき言ったけど食とか農業とか、あとは AI とか V とか、そういったものを作ってるから、うん、エンターテイメントもね。ロスチャイルドが作ったとなってるけど、当時でもロスチャイルド、アダム・バイス・ハープトが作った、イルミナティ、1700年代だとロスチャイルドもまだ29世紀だったのが結構若いんですよ。だからそんな大金持ちじゃないの、ロスチャイルドも。そう、だからあの黒い貴族のバックアップがあった。黒い貴族がロスチャイルドを使ってイルミナティを作らせた。世界統一政府を樹立するために、一部の支配層に権力が集中する社会体制を作り上げるためにイルミナティはできました。で、イルミナティがフリーメイソンを乗っ取りました。そこからおかしくなって。フリーメイソンは別に悪くはなかったんだけど、イルミナティによって中枢が乗っ取られた。っていう感じかな。わかりやすいな。一応まあその亡くなったってことになってるけど、うん、啓蒙主義だよね。それがいろんなものを改ざんしていった。だから歴史改ざんも行った。自分たちは都合のいいよね、白人至上主義だから自分たちの権力があるのは当然だろうっていうような流れになるような歴史を考えたりとか、自分たちによって都合の悪い人物、歴史的背景とかを改ざんしまくったりとか、そういうことを行ってた。何がいい悪いとかそういうものも多分全部書き換えて、1700年代だもん、18世紀ね。あそこからいろんなものが変わったんですよ。あの時代から大学もできてるんで、もともと大学のような教育機関はあったんだけど、ちゃんとしたこのカレッジっていうか、ユニバーシティっていうか、今の世界に根を張るようなユニバーシティとかはあの時代から出来上がってるから、いろんなものが変わった。そこから変わったものを教育するために大学ができる。そうで、教育者もそういう大学から生まれるから、その人たちも洗脳されてるわけじゃないですか。でそういう人たちがこうね、いろんな人にまた何世代にもわたって常識が今すり込まれてきた結果、今これがあるっていう。だから面白いですよね、本当に今2023年なのかっていう問題とかね、いろいろ変わってる。イエス・キリストの誕生日がクリスマスじゃないんじゃないかみたいな。クリスマスじゃないだろうね、普通に調べてもね。もうちょっと暖かい時期だ、うん、クリスマスの砂漠で生まれたんでしょ、うん、クソ寒いぞ。あんま喋ると殺されちゃうから、殺されこれ以上は言いません。だからね、そういう人たちがアスパルテームも作ってるんですよ。アスパルテームの本当の意味はマジでやばいからね。あ、サロンに書いてありますね。気になる方はサロンへ入ってきてください。概要欄から入りますので。いいです。全部同じ思想で作ってます。面白いよね、繋がっててね。怖いけど面白いよね。だからまあね、イルミナティはもともと世界を支配するために作られた組織です。はい、見つけ者です。まあこんな感じですかね。おお。まあみんな、まあ、オーガニックなものね、無添加なもの、高いけど頑張って買ってください。それから自分で作る。自給自足をする。スポンサーさんも待ってます。うん、ああ、無添加スポンサーさん。欲しいですよ。欲しい。だってここにさ、企業名とかね、バンバン載せてさ、いっぱいあんだからね。なんかスポーツ選手のヒーローインタビューみたいに、このスポンサーが、うん、どこにあるみたいな、すれば、これいっぱいお金取ればさ、支配できるよ、この業界。オーガニック業界の頂点に立つ。立つ。あら、オーガナイザーだね。うん、オーガズムですよ。オーガズムも感じていくということですね。オーガニックオーガナイザーオーガズムですね。最後オーガストだからね。8月。8月。最後8月になる、うん。いいじゃないですか。うん、まあまあ、それは冗談です。冗談で、単純にいい商品をね、作ってらっしゃる方々いっぱいいるんで、企業は。そういったものをね、なんか、紹介する。うん、ね、だここでこれ食べればいいんだから、それをさ、企業の皆さん。そうでしょ、うん、ここで、あなたが作ったこの商品食べてね、で、美味しいって食べれば、買ってくれる人増えるじゃないですか。うん、
か、うん、どうですか一つ嬉しいよね、うん、まずお金どころでね、まあうん、僕らもそれ食べれて健康になるし、うん、この動画を見た何万人という人たちも健康に近づけるわけですから、どうですか、うん、みんなが困ってるのは、うん、どこの店の文句言えばいいか分かんないっていうところだと思う、うんうん、どこで探せばいいかっていう、うん、これウィンウィンじゃないですか、うん、いいですね、どうかお考えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホムラさんでしたっけ、乾燥野菜、ホムラさんは美味しかった。あそこたまんねえぞ、いいお米といい乾燥野菜、非常食にもなるし、添加物もないし、米違うねやっぱ ね、米が立ってるもんね、炊いた後のお米がね、でそこでね、また買われる視聴者さんもいたわけですからね、うん、2時間で500食消えましたから、すごいっすよ。だからね、ぜひね、そういう本当に日本人に美味しいものを食べさせたいっていう、うん、本気で思ってる企業の同志の皆さん、お待ちしております。お待ちしております。お願いします。ちゃんとプロモーション含みますってね、ミニ頼む前にあるから。しっかりやります。よろしくお願いします。お願いします。エスケープ、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。DMM も入ってください。はい。はい。